コインブラ、コインブラはポルトガルの都市及び地方自治体。人口は約15万人、面積は約 319.4km、16の自治体、面積約 3372km が集まってコインブラ大都市圏を構成しており、その総人口は43万人以上。バイシュボンデーグ地域の中心都市でコインブラ県の県都でもある。 セントロ地方、リージャオチェントロで最も大きな町である。市外から大学に通う学生たちも多い。リズボン大都市圏、ポルト大都市圏に次ぐ重要な地域であり、セントロ地方の都市を束ねる役割を果たしている。1139年から1255年まで、ポルトガルの首都で古代ローマ時代には、アエミニウムと呼ばれ、当時の遺跡が今でも残る。 1290年にコインブラ大学が設立されたことによってポルトガルの文化的中心地に発展した。コインブラ大学はヨーロッパで最も古い大学の一つで観光客も多い。コインブラはポルトガルのセントロ地方に位置し、ポルトから南 120km、リスボンからは 195km 北にある。ポルトガルの主要道路が交わる場所なので、 ポルトガルの交通の重要地点でもある。道路は隣接する港町フィゲーラダフォュの約4 0トル東からモンデゴー川に沿って敷かれている。以前はキューベーラ州の州都であり、現在はセントロ地方の中心都市、ブラガと並んでリスボンポルトに次ぐ重要都市とされる。密集した街路を持つコインブラはその歴史的な教会、図書館、美術館、 また多くの公園や、娯楽施設、病院、商店街などで知られるが、中でもヨーロッパ最古の歴史を持つコインブラ大学は、ひときわ有名である。コインブラ全域の人口は148,443人。319.4km の領域に55,402世帯が暮らしている。 1991年から2001年までの世帯増加率は17.1%。また、市の中心区域のみの人口は10万1060人。コインブラの居住人口、ポップヤラザ・プレゼンテは15万7510人。利用人口、ポップヤラザ・ウテンテは20万人である。1日に平均4万3000人が市外から通勤、通学してくる。 約43万人が16自治体 3372km で構成されるコインブラ大都市圏に居住する。1864年から2001年までにコインブラの人口は3倍に増えたとされ、ポルトガル全体の人口は同期間に2倍。1991年から2001年の人口増加率は6.75%。 ポルトガル全体の人口増加率は4.08%。コインブラは古代ローマ時代にアエミニウム、エイミニアムと呼ばれた。コインブラから南に約 15km にあるコニンブリガ港区遺跡はイベリア半島に残る最大規模の都市遺跡であり、かつてはケルト人の集落であったが、1世紀にローマ人によって都市が建設された。 属集ルシタニアの中心として繁栄を極めたが5世紀の西ゴート族の侵入によって破壊されこの地域の政治の中心はアエミニウムに移った西ゴート王国時代にはコインブラはエミニオイミニオと呼ばれるようになった711年ウマイア朝がイベリア半島に侵攻を開始するとコインブラはイベリア半島北部のキリスト教世界と 半島南部のイスラム世界を結ぶ商業の中心地となった。1064年、コインブラはレコンキスタを展開したフェルナンド一世によってムスリムから脱会された。コインブラを中心としたコインブラ伯領が設置され、モサラベの貴族室ナンドダビーディスによって統治されたが、後にポルトゥカーで薄領に組み込まれた。カスティーラ王国から独立を達成したアフォンソ・エンリケスは、 王国の首都をコインブラに定め1255年までブルゴーニ王朝ポルトガル王国の首都であった。コインブラの発展は1290年に創設されたコインブラ大学が寄与するものが大きい。現在のコインブラには当時からの建築物が多く残されている。コインブラの旧大聖堂はアフォンソ一世によって建築されたポルトガルに唯一残るロマネスク建築であり、 第2代国王三照一世は、ここで、大冠式を挙げている。また、ポルトガルにおける、宗教史において、重要な役割を果たしているサンタクルース修道院も、この時代に建設が始まった。サンタクルース修道院は、16世紀に大幅な改築が施されており、美しいアズレージョで飾られている。中世には、コインブラは2つに分けられた。 貴族と聖職者が住むアルタ・アルメディーナ地区と川沿いの商工業者が多く住む売車地区である。町は今日アルメディーナ門として残る城壁で囲まれていた。ゴシック建築で知られる旧サンタ・クラーラ修道院は14世紀前半、ディニース一世の王妃イザベルによって門令後、川左岸に建てれた。旧修道院は川に近く頻発する反乱に悩まされ、17世紀。 丘の上に、新三択ラーラ修道院が建設されるにあたって、放棄され、王妃の荘厳なゴシック式霊廟も新修道院に移された。旧修道院は、最近になって発掘され、川の砂岩の浅瀬で見ることができる。空港。コインブラの南南東 7.5km にある、コインブラ空港。正式名称は、ビサヤ・アバレト空港。ポルトガル語。 ラダロもミューニセプルビッサやバートサンレターコード CBP であるが定期航空便は設定されていない。旅行客にとってはリスボン空港またはポルト空港が最寄り空港となる。道路東西に流れるモンデゴ川の北岸に位置するコインブラから南部諸都市へ向かうためには町の北西下流側にある国道 N1 のアスーデバシ。 ポンテドゥーオスド、旧市街の田元に架か,かるサンタクラーラ橋、ポンテでサンタクララ、または、町の南東、上流側のシャバリ橋である、ライハサンタ橋、ポンテラインハサンタを渡ることになる。国道南北に縦断している、欧州自動車道時 E1 は、町の西方を通過している。鉄道。国道南北に縦断する、幹線鉄道路線を走る列車。 例えば、リスボンからポルトへ向かうアルファペンドゥラール、AP、アルファペンジューラーや、インターシティ、IC、インターシダズなどは、市街地の北西郊外にある、コインブラ B 駅、コンブロ B に停車する。そこから、市街地中心部のコインブラ駅、コンブロへは、傍聴線が作られており、一部列車は、コインブラ駅を始発あるいは、終着駅とする近郊線、アーボンロスでコンブロと、 ポルトやアベルから来る普通列車に接続している。一部ガイドブックに記載されている AP や IC の接続列車というものは特に存在しないので注意が必要。CP 時刻表。なお、AP や IC のコインブラビー駅発着となる指定乗車券で、そのままコインブラ、コインブラビー駅間を利用できる。リスボン、ポルトへのアルファペンブラールは2016年2月。 現在1日11本あり、すべてコインブラビー駅に停車する。リスボンオリエンテ駅及びイポルトまでの所要時間は、最速達の列車で1時間36分59分である。バス。長距離バス及び国際バスは、コインブラ A 駅とコインブラビー駅の中間地点付近にある、アスデ橋のたもとにある、バスターミナルから発着する。 リスボンやポルトへは1時間に1本程度運行されている。所要時間はそれぞれ2.5時間及び1.5時間程度である。国際バスでは、例えばスペインのガリシア州、B5、サンティアゴデコンポステーラ、アコルーニャへ向かう便は1日1便、正午出発、マドリッドへ向かう便が1日1便、9時出発、セビーリアからマラガへ向かう。 夜行便が1日1便運行されている。また、近郊の街へ向かうバスの多くもこのバスターミナルを発着する。1290年創設のコインブラ大学はヨーロッパでも最古級の大学で、今でも黒いマントの学生が行き交う。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。